シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、妙ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得て、エースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてヒルの下方に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上。急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。ここはわしに任せてもらおう。俺は好きにやらせてもらうぜ。お先輩が現れて。Yeah!
高橋についてきますさ。あるはずのない道が至る所にあってみるのよ。壊せるんじゃ。いねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよな。極卒中か。面倒なのが出てきやがった。出口目指してコツコツと。バギーとスリーの大冒険、ここまで来たぜ。レベル4。何か騒がしいな、バギー。様子を見。ボスさん。お前か、ミスタースリー。
使えねえカスがここで何してる。偉いのが解放されとるだね。麦わら、あ、お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前の金。囚人たちを解放する。国内はさらに大混乱。脱獄のチャンスも急上昇だ。私の能力をもってすれば牢の鍵を作ることなどたやすいことだがね。バナータたちよ、立ち止まらずに進んで。また私はこの先の状況を調べてくる。イワさん、アツシも行くわよ。マネマネの能力がきっと役に立つわ。おい、ワニ。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。さあ、脳の鍵を開けたぞ。おお、俺たちは自由だ。いいかわからんが、責任問題だけは避ければ。おいおい、解放してくれんのか。すまねえな、あんた。って、クロコダイル？奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか、ミスターワン。付き合いましょう、あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐに雑魚どもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ。行くぞ。噂と言っているのが分からんか。したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。どけよ、やったねえならぶっ飛ばしていくぞ。望むのー。
簡単にぶっ飛ばされては副所長は務まらぬわ。囚人どもが集まれ十分だ。たまに出てえやつ俺様にすげえ。おお、キャプテンバギー万歳。ここが地獄の大砦、何人たりとも倒さんぞ。この先からレベル3に上がれそうじゃぞ。おお、あらか。それは閉ざされた場所へ赴く。存在するだけで庶民は愛するものを失う恐怖で夜も眠れない。か弱き人々にご安心いただくために凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れしゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのはこの世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ゼハハハハ。
久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ、おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜエースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。俺たちの前にエースが現れなかった。本来死んでたのはおめえだ、麦わら。だったら今やってみろよ。また逃げない。まだこの先いくつも門がある。問題なし。あっちが所長に化けて門を開けさせてみるわよ。
ーり近道ができたベル。ありがとう、イワちゃん。礼なんて言わなくていいの。バナートのことは勝手ながらサポートする義理がある。同胞の息子を目の前で死なせるわけにはいかなあベルはよ。本当はバナートの父ちゃん、革命家ドラゴンが軍を率いて動き出すとき、バター氏は再びシャバへ飛び出すつもりだったベル。でもバナータが来て状況は変わったわ。今こそ脱獄の時。何としてもインペルダウンを脱獄し、エースボーイを救出するわよんな。よし待ってろよエース、今行くぞ。ロケットシーンをし、バター氏がついてね。おい、あの門を開け放って。はい。私の能力があれば足止めくらいはできる。あれビーケンディスタンス、私は諦めが早いぞ。いや、セカンド。現場に行って様子を見てこい。
よ。でもまだやることがあるのよね。己許さんぞ。このまま押し切るわよ。やっ、セカンド。の足がねえとな。間に合ったブルね。追っ手がすぐそこまで迫ってるがる。
アゼランがこれで諦めるはずないがね。早く逃げるんだがね。逃げるぞ麦ちゃん。それが乗る船がまだないのよ。間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ。あれやってくれ、ウィング。いいわよ、ヘール。行かせん、ウィング。やった、軍艦にたどり着いたぞ。脱出成功だ。まずいがね、あれは開けられんがね。うおお、なんでか知んねえけど門が開いた。本当かそれ、ボンちゃんが。さっき入り口で一緒にいたのに、ボンちゃん一人インペルダウンに残ったのか。俺たちこのまま進むのか。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる、ボンちゃん。おい、聞こえてんのか、ボンちゃん。お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ、ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん。必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に、忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ、ワンちゃん。残す言葉はあるか。本もオカマ畑でまた会おう。やった。